ニュースをですね一、まあ、日どういうニュースが今日あったかということをまあ見直してですねそしてまあそのニュースを少し自分で考えてみるということをまあ続けておりますけどもと、まあ、とても、まあ、今のところいい感じがすするんですね NHK とか、まあ、なかなか朝日新聞とかそれとかきちっとしたあその重要なニュースを出さないもんですからなんとかやっぱり自分の頭を整理する上でも 今日の重要なニュースはちょっとこう、えー、土曜日のこともあってかと思いますけどもそれほどはっきり言ったら事故とかそういうのはありませんが私が選んだニュースはですねやっぱり安倍首相の解散が突然だったこと小池都知事の豊洲の問題の説明が私利滅裂だったこと電通が残業をごまかしてたこと まあ東京ガスの個人データが流出したこと、まあ、こういうことがですね、まあ、比較的こう一つは今度の安倍首相の解散はですねやっぱりどう安倍さんに好意的に見てもですね、まあ、説明不足時期不足あ時期っていうかその時期の適切な時期であるということの説明不足ですね。 それからまあもっと言えばあの選挙で争うことが一体何なのか消費税10%っていうのも変なんですねっていうのはですねえーっとあのー消費税10%で掲げて野党がほとんどいないも同然なので仕方なくみんなが選挙で自民党に入れると自動的にー消費税10%が承認されたような形になるというまあ非常に都合の悪い状態に国民を陥れたということですね。 それからやっぱり憲法改正っていうのを表に出して2回戦っているわけですからやっぱり憲法改正っていうのをですねあの表に出さないといけないと思うんですね考えが違っても何でもでそれが後ろに隠れて、まあ、5番目ぐらいの公約っいうかには入ってますけどもちょっとやっぱりかなり後退してですね、えー、何があんだかわからないようなことになりましたしたがって、まあ、解散を今から撤回するっていうのは難しいのかもしれませんが やっぱり解散は撤回してですねきちっとした時期にやるべきだと思います私はですねよくあの選挙にいくら金がかかるからもったいないなんて話ありますけどそんなのは全く論士がむちゃくちゃでですね民主主義ですから選挙はいくら多くやってもいいんですけども選挙やるべき時期じゃない時に選挙やると野党が準備が整わないから選挙やるっていうんではですねやっぱりいくらなんでも 解散権権がににあるるととと言言っってもですすねやっぱりこれは権利の乱用と言わざをを得ないと思い思まま非常にマイナス点をつけましたね、えー、それからまあ小池都知事についてはこのブログでも随分言っておりますけど一番やっぱりひどいのは豊洲に移るかどうかまだ分かってないとそれで豊洲に移るかどうかの記者会見をちょうど私はテレビの番組に出ておりましてそこに5人の解説者がいましたが誰一人としてえー 小池都知事がですね、豊洲に移るということを言ったというふうには、受け取らなかったぐらい曖昧だったんですね。その後もう1回釈明会見を行ってですね、それでなんだか AI が決めたって言うんですよ。AI が人工知能があの決めましたっていうだけで、なんだか豊洲なんかどうかもわからない。まあ、そういう点では小池さんが都知事になって以来ですね、オリンピックの施設にしてもですね、豊洲の問題にしても、あまあいろんな今度の、 そのトミーファーストが一番最初の政策にした家庭の中でタバコを吸っちゃいけないだのっていうようなこともですねもうむちゃくちゃな都知事ですねもう都知事とちょっと言えないんじゃないかと思うような無策っていうかねそういったものだと思いますまあ偉い人とか立派な機関がこういうことを続けてますとですねやっぱりその偉い人って言ってはいけないんですけどね本当は民主主義ですからだけどもやっぱり その世の中で評価されてる人ですね権力を持ってる人っていうのはやっぱり身をきれいにして言うこともきちっとして信念に基づいてやっぱり言ってることが他人にも分かるということじゃなきゃいけないと思うんですねそういう点ではあのまあ東芝の斜めになってからのこう経営が悪くなってからのですねまあいろんなこの粉飾決済とかそれからアメリカの企業とのこのごたごたがですね実にみっともない状態ですね。 まあこれはシャープもそうでしたし高田みたいなところもそうで比較的日本の優良企業と言われたところがですね主にに倫理面面とという面でですね非常に劣った行動が目立つという感じです、ね、まあ電通もそうですけれども、えー、残業が違法残業が指摘されてから三六協定っつってあのサブロック協定っつったかな、えー、まあ呼び方は別にこれどっちも略称なんでしょうけど。 まあ労働組合との残業規定を臨時に延ばすことができるんですけどもそれは労働組合,組合の組合の組織率が従業員の50%を超えてる場合当たり前ですけどね例えばあの会社側がインチキな労働組合を作ってですね、まあ、わずか2人とか3人で労働組合を作ってそこと協議して就業規則なんかを決めてたらですね労働協約とか決めてたら話になりませんからねそういうことを天下の電通がやると、まあ、ちょっと労務関係を知ってる人なら 誰でも知ってるようなことをですねまあズルをするっていうことですねそれから東京ガスが個人データ流出しましたこの問題は昨日言ったですね社会保険機構の,このあー電話が5%しかつながらないっていう問題と、まあ、似てるんですけども、えー、東京ガスについても個人っていうのはお客さんなんですよねそれから社会保険庁にとってみれば保険機構にとってみれば、えー、年金機構ですね年金機構にとってみれば えー、対象者はですねそれはあの国民なんでそれが主人なんですね。でそれを完全にこう軽視した事件というのが非常に大きい多いってことですね。まあ、やっぱりこの,この安倍さんの問題小池さんの問題電通東京ガス、まあ、その他まあシャープやら東芝やら、まあ、そういった問題をひっくるめてましてねやっぱり社会の指導者というのがこう侍としてっていうかな 何かちゃんんとししたこう見識を持っているう感じがしませんね私はあの今日ちょっと小さな講演会みたいなところで言ったんですけれども、まあ、北朝鮮の問題についてもですね北朝鮮、えー、あのはこうだトランプ大統領はこう言ってるっていうことはしょっちゅう言ってですねいるんですけどテレビのコメンテーターなんかもあ偉い人もですね。ところが日本はどうすんのかと。<laughs> 一体日本っていうのは この北朝鮮問題どうするんだと私は、まあ、あのとりあえずですねえっ、ー、とあの、えー、北朝鮮と同盟を結ぶ方向でやると北朝鮮韓国日本台湾フィリピンインドネシアという海洋連盟を作ってですね中国ロシアアメリカと対抗したらどうかっていう案を出してるわけですが、えー、プーチン大統領はそうじゃなくて、えー、中国ロシア北朝鮮韓国日本で 一つ協議を始めようじゃないかと言ってますが日本はどうするのかっていうことが日本政府もただただ人を非難するだけなんですよそうじゃなくてですね日本はどうするのかそれをですねやっぱりちゃんと提案し議論しそして固めていくっていう風にしないといけないそのためにやっぱり事故の考えがしっかりしてるってことが一番重要じゃないかと思うんですね自分はどうするんだと ところがまあいろんなところで聞いてますと人の批判は非常にするんですけどね人の批判はするけどその,うんそのどういうことかってことを言わないとまあ例えば安倍さんの解散であれば解散が早すぎるっていうんじゃなくて例えば安倍さんの任期なりそれからこの前えせっかくこれから憲法改正に出ようとしたら家計問題で足を救われたわけですね救ったのは朝日新聞ですけどまあ救われたわけですじゃそれを立て直して 今の私は今の現状でですね、やっぱり、えー、憲法問題をある程度煮詰めて、そして次の選挙はいよいよこれで憲法を改正するという方向だが、どうなのかっていう解散だったらいいと思うんですよね。もちろん小池さんはですね、まず、何や国政に出るとか出ないとかそういう話じゃなくて、まず政策ですね、まず東京都の政策も出せなかったら、それはもう全く日本の政策なんか議論できません。 それから、まあ、経団連もですねこの際ですね、まあ、電通東京ガス東京電力ですねあの、えー、福島事故を起こしましたから東京電力東芝そういうですね超一流企業で経団連できてるわけですから経団連に特別委員会でも作ってですね経営者はもっとしっかりと事故の考えを持ち倫理観を持ち社会の見本になるような人あのお金をうんと持っててですね10億とか5億とか 年俸をもらって高い料理屋で飯とか食ってるだけがですねやっぱり大企業の社長のやるべきことじゃないと思うんですよねまあ、そこら辺は、えー、今日のニュースではあ非常にはっきりと見えたというふうに思います解散権が首相にあると言ってもですねやっぱりこれは権利の乱用と言わざるを得ないと思います非常にマイナス点をつけましたね、えー、それからまあ小池都知事についてはこのブログでも随分言っておりますけど一番やっぱりひどいのは豊洲に移るかどうかまだ分かってないと それで豊洲に移るかどうかの記者会見をちょうど私はテレビの番組に出ておりましてそこに5人の解説者がいましたが誰一人として小池都知事がですね豊洲に移るということを言ったというふうには受け取らなかったぐらい曖昧だったんですね。その後もう一回釈明会見を行ってですねそれでなんだか AI が決めたって言うんですよ。AI が人工知能が あの決めましたっていうだけでなんだか豊洲なんかどうかもわからない、まあ、そういう点じゃあ小池さんが都知事になって以来ですねオリンピックの施設にしてもですね豊洲の問題にしてもあまあいろんな今度の都民ファーストが一番最初の政策にした家庭の中でタバコを吸っちゃいけないだろうっていうようなこともですねもうむちゃくちゃな都知事ですね、まあ、都知事とちょっと言えないんじゃないかと思うような無策っていうかねそういったものだと思います。 まあ偉いい人とととか立派な機関がこういうこううを続けてますとですでねやっぱりその偉い人っつってはいけないんですけどね本当は民主主義ですからだけどもやっぱりその世の中で評価されてる人ですね権力を持ってる人っていうのはやっぱり身をきれいにして言うこともきちっとして信念に基づいてやっぱり言ってることが他人にも分かるということじゃなきゃいけないと思うんですね。そういう点ではあのまあ東芝の斜めになってからのこう経営が悪くなってからのですね まあ、いろんなこの粉飾決済とかそれからアメリカの企業とのこのゴタゴタがですね実にみっともない状態ですね。まあ、これはシャープもそうでしたし高田みたいなところもそうで比較的日本の優良企業と言われたところがですね主に倫理面という面でですね非常に劣った行動が目立つという感じですね。まあ、電通もも、そうですけれれども、えー、残業が違法残業が指摘されてから、 三六協定っつってあのサブ協定っつったかなえまあ呼び方は別にこれどっちも略称なんでしょうけど、まあ、労働組合との残業規定を臨時に伸ばすことができるんですけどもそれは労働組合,組合の組合の組織率が従業員の50%を超えてる場合当たり前ですけどね例えばあの会社側がインチキな労働組合を作ってですね、まあ、わずか2人とか3人で労働組合を作ってそこと協議して就業規則なんかを決めてたらですね 労働協約とかか決めてた話になりませんからねそういうことを天下の電通がやると、まあ、ちょっと労務関係を知ってる人なら誰でも知ってるようなことをですねそれから東京ガスが個人データ流出しましたこの問題は昨日言ったですねどうかまだ分かってないとそれで豊洲に移るかどうかの記者会見をちょうど私はテレビの番組に出ておりましてそこに5人の解説者がいましたが 誰一人として、えー、小池都知事がですね豊洲に移るということを言ったというふうには受け取らなかったぐらい曖昧だったんですね。その後もう一回釈明会見を行ってですねそれでなんだか AI が決めたって言うんですよ。AI が人工知能があの決めましたっていうだけでなんだか豊洲なんかどうかもわからない、まあ、そういう点じゃ小池さんが都知事になって以来ですねオリンピックの施設にしてもですね豊洲の問題にしても。 まあまいろんな今度のそのトミーファーストが一番最初の政策にした家庭の中でタバコを吸っちゃいけないだろうっていうようなこともですねもうむちゃくちゃな都知事ですねもう都知事とちょっと言えないんじゃないかと思うような無策っていうかねそういったものだと思いますまあ偉い人とか立派な機関がこういうことを続けてますとですねやっぱりその偉い人って言ってはいけないんですけどね本当は民主主義ですからだけどもやっぱり その世の中で評価されてる人ですね権力を持っている人っていうのはやっぱり身をきれいにして言うこともきちっとして信念に基づいてやっぱり言ってることが他人にも分かるということじゃなきちゃいけないと思うんですねそういう点ではあのまあ東芝の斜めになってからのこう経営が悪くなってからのですねまあいろんなこの粉飾決済とかそれからアメリカの企業とのこのごたごたがですね実にみっともない状態ですね。 まあこれはシャープもそうでしたし高田みたいなところもそうで比較的日本の優良企業と言われたところがですねまあ電通もそうですけれども、えー、残業が違法残業が指摘されてから三六協定っつってあのサブ六協定っつったかな、えー、まあ呼び方は別にこれどっちも略称なんでしょうけど。 まあ労働組合との残業規定を臨時に伸ばすことができるんですけどもそれは労働組合,組合の組合の組織率が従業員の50%を超えてる場合当たり前ですけどね例えばあの会社側がインチキな労働組合を作ってですね、まあ、わずか2人とか3人で労働組合を作ってそこと協議して就業規則なんかを決めてたらですね労働協約とか決めてたら話になりませんからねそういうことを天下の電通がやると、まあ、ちょっと労務関係を知ってる人なら 誰でも知ってるようなことをですね、まあ、ズルをするっていうことですね。それから東京ガスが個人データを流出しました。この問題は昨日言ったですね、社会保険機構のこの電話が5%しかつながんないっていう問題とまあ、似てるんですけども、えー、東京ガスについても個人というのはお客さんなんですよね。それから社会保険庁にとってみれば、保険機構にとってみれば非常にマイナス点をつけましたね。 それからまあ小池都知事についてはこのブログでも随分言っておりますけど一番やっぱりひどいのは豊洲に移るかどうかまだ分かってないとそれで豊洲に移るかどうかの記者会見をちょうど私はテレビの番組に出ておりましてそこに5人の解説者がいましたが誰一人として小池都知事がですね豊洲に移るということを言ったというふうには受け取らなかったぐらい曖昧だったんですね。 その後もう一回釈明会見を行ってですねそれでなんだか AI が決めたって言うんですよ AI が人工知能が決めましたっていうわけでなんだか豊洲なんかどうかもわからないまあそういう点じゃあ小池さんが都知事になって以来ですねオリンピックの施設にしてもですね豊洲の問題にしてもまあ,まあいろんな今度の都民のファーストが一番最初の政策にした家庭の中でタバコを吸っちゃいけないだのっていうようなこともですねもうむちゃくちゃな。 都知事ですね都知事とちょっと言えないんじゃないかと思うような無策っっていいいううかねそういったものだと思いま,すまあ偉い人とか立派な機関がこういうことを続けてますとですねやっぱりその偉い人っつってはいけないんですけどね本当は民主主義ですからだけどもやっぱりその世の中で評価されてる人ですね権力を持ってる人っていうのはやっぱり身をきれいにして言うこともきちっとして信念に基づいてやっぱり言ってることが他人にも分かるということじゃなきゃいけないと思うんですね。 そういう点ではあの、まあ、東芝の斜めになってからのこう経営が悪くなってからのですね、まあ、いろんなこの粉飾決済とかそれからアメリカの企業とのこのゴタゴタがですね実にみっともない状態ですね、まあ、これはシャープもそうでしたし高田みたいなところもそうで比較的日本の優良企業と言われたところがですね主に倫理面という面でですね 非常に劣った行動が目立つという感じですね、まあ、電通もそうですけれども、えー、残業が違法残業が指摘されてから三6協定っつってあのサブ6協定っつったかな、えー、まあ呼び方は別にこれどっちも略称なんでしょうけど、まあ、労働組合との残業規定を臨時に延ばすことができるんですけどもそれは労働組合,組合の組合の組織率が従業員の50%を超えてる場合当たり前ですけどね。例えば あの会社側がインチキな労働組合を作ってですね、まあ、わずか2人とか3人で労働組合を作ってそこと協議して就業規則なんかを決めてたらですね労働協約とか決めてたら話になりませんからねそういうことを天下の電通がやると、まあ、ちょっと労務関係を知ってる人なら誰でも知ってるようなことをです、ねまあ、ズルをするということですねそれから東京ガスが個人データ流出しましたこの問題は昨日言ったですね社会保険機構の 電話が5%しか繋がんないっちゅうもん。